はい、ということで、待って、お、混ぜた、喘息がきつくなっちゃってる。喘息です、すいません。はい、皆さん、ということで、混ぜたです。皆さん、今回なんですけど、まあね、プリちゃんにドッキリ仕掛けていきたいと思うんですよ。でもね、あいつ勘のいいやつなんで、まあね、ちょっと気づかれちゃうかもしれないんですけど、まあ今回プリちゃんの大好きなね、あのストプリさんの大好きになればいいんじゃないの歌詞を会話の中に織り交ぜて、あ、バレないようにやっていっちゃいたいと思います。担々麺おいしい。はい、ということで早速ですけど、ちょっと通話かけていきたいと思います。なんとこの度、アンプタックカラーズファーストマンライブの開催が決定いたしました。最速先行受付ももう始まってるよ。申し込み期限はこの日まで。日程は12月29日と30日。概要欄から応募してね。アンプのみんなで盛り上げていくから絶対来てね。せーの、来てね。もしもし。なんだよ。もしもし、声聞こえてる？ようや。おい、元気かなと思って。何のようや、わしに。いや、なんで、お前すごいな。なんか、ヤクザみたいな。わざわざ電話かけてくるからな。ねえ、怖い。大した理由があるんやろうな。ねえ、ちょっとやめてください。そうやって僕を脅すことを許すことを、俺はそうして、語力ゼロ。で、最近さ、何してんのかなと思って。スプラ、誰でやってんの？たまにスマブラ。誰でやってんの？お前とだろ。え？他の人とさ、やってたらさ、誰にも渡さない僕だけのプリンセスなんだから。いや、気持ち悪い。うん、気持ち悪い。誰にも渡したくないなと思って。おお、気持ち悪い。え、何言ってるんやろ。ダメ、今の全然かっこよくなかった。かっけんやけどな。かっこいい。え、ほんと？言ってることはかっこいいんやけど、うん、お前が言うとな。うん、でもさ、え、おいしそう、ちょだ。水うめえな。頭おかしすぎる。頭がおかしすぎる。いいだろ。おい、ま、いいや、別に。お前、この数分間の会話何一つ成り立ってないぞ。頭おかしいだろ。水はうめえんだから感謝しねえとな。あ、確かにな。でもさ、あれなんじゃない、やっぱり環境問題とかをさ、分かっていくとさ、すごいよね。まあそうね、環境問題いろいろ考えた末にやっぱ出た答えが、うん、まあ、やっぱ人間が邪魔っていう。いや、すごい、すごい。でもそういうとこやっぱ人間とかも、そう、全てを大好きになればいいんじゃないかなと思うんだよ。言ってしまえばいいじゃんね、別にね。確かに確かに。うんうん、俺大好きなんだよね、お前のことが。うん。愛してる。ドゥ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 。え、あ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 、電話切る？いやいや、違う、俺さ、君と同じクラス、僕は狙ってる、そうそう。嘘つくなよ。え？同じクラスじゃねえだろ。気真面目なヒロインちゃうの？ちげえよ。あ、でもいつも怒られるし、心配かけちゃうけど、それが嬉しかったんだ。もっと努力しろよ。え？そのドッキリかけるなら。だってさ、努力をしろ、せめて。じゃあ逆でやって。早いんだよ。逆でやって。続きして俺に。いや、なんかさ、お前虫嫌いって言ってるやん、よく。俺ガチで虫嫌いだよ。うん、なんで嫌いな、まず。じゃ、知りたい。気持ち悪いじゃん、見た目が。お前見ていい？あー、見た。なんで気持ち悪いなと思って虫。まあでもさ、やっぱ、言うてやっぱ生き物やし、なんやろ、やっぱキモいからっつってさ、もう拒絶するのもどうかなと俺は思うよね。だからなんか、あのスプラやってるやん最近。でさ、感度5で1回やったらさ、4321がだんだんこう、あ、やりやすいなってなるやん。やっぱ1回それそのね、システムを考えた、踏まえた上で、虫のこと一回大好きになればいいんじゃない？いや、うまねえ、ねえ、俺は好きだから、僕に釣られちゃって、言ってしまえばいいよ。言ってしまえば、ああ、大好きなんだよって。
何でも愛してるって言ってしまう、ね、あ確かにね、うん、お前うますぎない、うますぎ人間ウィうますぎ人間です、終わりました今のウィーうますぎ人間です、いやもう終わらせてよウーじゃねえよウーやめろ、楽しい楽しい、もっと行きたかった